ットボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いが展開しています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。スタンドにはたくさんのサポーターが詰めかけています。この素晴らしい雰囲気の中で行われる今日のゲームです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。頭だ、いやー、先制。美しいカウンターからのフィニッシュでした。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。この早い段階で先制しました。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので気を引き締めたいですよね。そうですね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ムバッペが受ける。いいディフェンスです。これは合いません。ジェラール・ピケ、ここはつながりません。セルヒオ・ラモス、ピケ奪いに行きます。これは合いません。クリスティアーノ・ロナウド、ここはファールを取られます。おっと、ここでカードが出ます。マルキーニョス、サイドへ、カンセロからサラー、カウンターだ。古橋、さあ右へ預けて、古橋からチャルハノール、古橋シュート、決まった、決めた、連続ゴール、一気に畳みかけます。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか？そうですね、いい位置でシュートを打てましたよね。ディフェンスとしてはちょっと対応を遅れてしまったのでシュートコースが空いてしまいましたよね。まあ、こういう決定機をしっかり決めるあたりが素晴らしいですよね。さらに1点を追加し2対0としています。ホーム側としては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできましたね。また一つ失点すると流れも変わってしまうので。シュート、オブラート、さあこぼれた、おっと上がる、ヘディング、いやー、追加点、立て続けのゴール決めてきました。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう？これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。ハット、シュート、さあ追加点、怒涛のゴール、勢いが止まらない。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ムバッペ、今日2点目のゴールです。ミドル、と非常に惜しいシュートでしたが、ここで前半終了の笛です。早くとまさに大爆発というところです。
調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。相手に得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。前半で大きく差が開いた両チーム、決定的とも思えるその差、縮める展開になるのか否か、後半目が離せません。大量リードで後半を迎えます。早々とこの後半始まっています。ネイマールパスでつないで攻め込んでいきます。しっかり寄せてますよね。ここはつながりません。さあ一気にカウンター。さあ左サイドへ。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。選手を変えるようです。ジェラール・ピケ、キリアン・ムバッペ、ジジ、ネイマール、これは合いません。Coming on the field. ジャカ、Number 13. セルギオ・ラモス、さあカウンターを使います。さあコマン、クロスを上げる、追加点。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。ナンバー18ネイマール。ネイマール先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。このゲームの主導権を完全に抑えています。ここはつながりません。ネイマール、ここは読んでいました。これは合いません。デヨングからのスルーパスは通りませんでした。セルヒオ・ラモス、裏へ届くか。いいと入りますよ。ファンダイク、流れを止めます。セルギオ・ラモスからのスルーパスをカットしました。ここはつながりません。積極的な守備を見せます。ボードプラウズ、これは合いません。カウンターですよ。ここはつながりません。一旦戻します。ボードプラウズ、ジャカ、セルギオ・ラモス、スペースを使う。コマンからのクロスと呼んでいた。ここからカウンター早いですよ。最後のカードを切ります。ナンバー5、ナンバー19、メッシー。Coming on the field。ここもしっかりディフェンスしました。ナンバー6、ネイマールからディアス。これはチャンス。シュート。こぼれた。ここから打った。残ってる。セルギオ・ラモスからファーへ。マヌエル・ロカテッリ。There will be 1 minute added time.
ウォードプラウズからのパス、ここで笛です。5対0完勝です。見事に勝ちました。さて北澤さん、試合の総括をお願いします。ホーム側としては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。